ゲームの解説は中田浩二さんです。まず8分です。今左サイドで入れ替わってステバノビッチのアウトにかけたこのクロス、中澤のオウンゴールです。まあ、ここはもうどうしようもないのかなと。それよりも松原がつなぎいったところですよね、はい、で奪われてからのショートカウンターですから、まあ、奪われ方が悪かったのかなと思いますね。 F マリノスは右のサイドでブマルがダブルタッチで抜けて、ウーゴ・ビエイラがワントラップからこの股抜きのシュート。いや、この形を持ってますよね、はい、でまあ、飛び込んでこないと思うと、もう股を狙ったシュートだと思いますので、これは非常にレベルの高いゴールだなと思いますね。で今の得点のキックオフから、まあ、多分10秒ぐらいで点が入ったと思いますが、岡本がラフに入れて飯倉のクリア、食いついた菊池俊介ダイレクトゴールです。まあ、ここもつなごうという意識がね、はい、逆に失点につながってしまったのかなと。ここですね、まあ、割り切って切るっていうのもまた、ね、一つなのかなと思いますけどね、はい、これで湘南が追いつかれましたが即座に勝ち越し。なおかつ右のサイド岡本が流し込んでイージョンヒョプの後ろからアレン・ステパノビッチ、これで 1-3 になります。まあ、ここの裏の狙い方っていうのはちょっと工夫があったと思うんですよね、はい、サイドバックの裏を狙うっていうところでね、まあ、冷静に決めましたね。しかし F マリノス44分、左のペナルティの角を使ってウーゴ・ビエイラ、この技ありのシュート。まあ、これはもうユン・イルログの動きですよね。ここで引き出せて前向けたところで、うん、アンドレ・バイアも何もできなくなりましたね、はい、でそこから、まあ、ウーゴ・ビエイラ何回も言いますけど前ですね45プラス1、山中のクロス、これもウーゴ・ビエイラ右のアウトでつきました。この辺の感覚ですね、はい、どうですかね今ね、つま先です ね、しかし45プラス1、これワーク一つ剥がして松田だったと思いますが、レイジョンヒョプ、ステバノビッチ、まあ、この辺の冷静さっていうのは両チームともゴール前の、ね、冷静さありましたよね、はい、ここも吹かさずにしっかりとコースを狙ってうまく打ちましたね。これで 3-4 湘南1点リード。後半です、51分、まあ、中川が後半入ってこの決定機、クロスバー、彼非常に積極的に、ね、プレーして、ま、F マリノスのリズム作りましたよね、はい、でその流れが続いた中でコーナーキックを取りました。右コーナーニアで松原フリック、ミロシュデゲネク、まあ、もう狙い通りでしょうね、はい、これで 4-4 です。90プラス3、中川、大木原、ペナルティの前で作って天野シュート、こぼれ球、中川左足入ってればという劇的だったんですけどね、はい、惜しいシュートですね。